い、おつ、おつです、おつです、お疲れ様です。こんばんは。こんばんは。こんばんは。やっほー。こんばんは。こんばんは。こんばんは、こんばんは。ちょっとかな。こんばんは。みりんが8時をお知らせします。8時です。はい、ということでですね、今日は、愛媛県松山に行ってきました。はい、今日は四国新幹線のパネルディスカッションに参加させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということでですね、でした。はい、ありがとうございますね。会場に来てくださった方はもちろんありがとうございます。あのリアルタイムでね、 YouTube で配信を見てくださった方もありがとうございました。今日見られなかったよって方、あのアーカイブが残ってるので、はい、ぜひそちらもチェックよろしくお願いします。ということでですね、アーカイブも残ってるよっていうことと、ありがとうございましたっていうことを、今からツイートしたいと思います。ツイートします。トゥルトゥトゥトゥルトゥルトゥ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 ルトゥルトゥ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 、なんかね、いい写真いっぱいあってね、何にしようかなって感じなんですけど、まあ、けども、ツイートタイム、ツイートいたします。
と待ってね、少々お待ち、おちょっと皆さん待機時間になります。5分ぐらい。そう、ツイート待機、ツイート待機でした。どれにしよっかな。なんかツナ君といっぱい写真撮ったんですけど、なんかね、スナ軍がね、どれも可愛くって、どれにしよっかなって感じ。そう、あ、スナ軍開始前にはいてくれた。あ、そうなんだ、そうなんだ。私、そう、楽屋のところまで来てくれたの、つなぐんが。かわいい、つなぐんが。つなぐん、つなぐん。待ってね、これアーカイブ残ってるよね。そう、会えてよかった、本当に。アーカイブ、アーカイブコピーペーしての。アーカイブコピペしてのこれと、ちょっと待ってね。あ、そう、カプセル毎日もらえます。カプセル毎日もらえます。そうなんです、カプセルは毎日もらえます。ぜひゲッチュしてください。ちょっと待ってね。
こうしてそう、ちょっと待ってね、なんか映っちゃいけなさそうなやつがあって、どれ映していいんだろう、なんか難しい。早向けしちゃおう。えいちょっとモザイク加工をしております。モザイクもモザイクモザイク、どれとか、これかな。そう、ちょっと待ってね、ちょっと待ってるよね、ちょっと待ってるよね、そう、ちょっと待ってるよね、ちょっと待ってます？ごめんね、ごめんね、ごめんね、待ってるよ、大丈夫だよ、ありがとう、優しいね、優しいね、ありがとうございます。これも ごめんね、時間かかっちゃって、帰りながらやったらいいんだけど、なんだかちょっとごめんね。いいやいいや、ありがとう、優しいね。こっちだった。ちょっと待って、待ってる、待ってるよね。ちょっと。カタカタな。じっくり選んでください。ありがとう。ね、そのモザイク加工をして。ただいまモザイク加工中です。あ、女の子のアバターゲットした。あ、そうだ、皆さん今のうちに、よかったらチャレンジのところからアバターがもらえるカプセルがゲットできるので、ぜひそちらも今のうちに、今何もしてないので、何もしてないなんかしてるけど、はい、ぜひぜひ、そう、モザイク中です。1、2、3、はい、四国新幹線2022。あ、なんだっけな、四国新幹線、それいて、四国新幹線2022、かっこかっこ、パネルディスカッション、ありがとうございました。あ、これアーカイブね、なんか書いてあった、アーカイブがどれぐらい残るか
なんかアーカイブの期限があるって聞いてます？皆さん、聞いてないか。まあ、ペーってしときます。アーカイブが残ってるのでぜひご覧ください。でね、四国新幹線、四国新幹線2021だっけ、去年のやつは。去年のやつは何をハッシュタグつけたかな。去年はソレイキ四国新幹線だった。去年は11月だったんだ。だねーね、だねーだねー。うーん、つなぐんってアリクイだよね。つなぐんってアリクイだよね。友達のアリさんと一緒に、そう、アリクイだ。四国新幹線、ハッシュタグ四国新幹線。あった、何の吉川さんは何か。ちょっと待ってね。あ、吉川さんも載せてくださってる。あ、いいねしてる。四国新幹線。新幹線、つなぐんはなんかハッシュタグ使ってるのかな。つなぐん、つなぐんつなぐん、みんなもぜひつなぐんフォローしてください。新幹線はハッシュタグはないのか。
ね、って言ったらいいだな。ちょっと今文章、次文章考えてます。それもうすごい30分経っちゃう。ごめんね。ごめんね。何立つんね、もうそんなに立つんだ。ディスカッションありがとうございました。四国に新幹線、四国新幹線遅刻します。遅刻しますね。はい、できた、できた。それでは、いきまーす。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、はい。つなぐんでーす。ダーリンハニーの吉川さんでーす。いいね。9、形跡、マービン、福山っち、D、ヒーロー、8月、小太郎、ナウト、ヒトブヨ、ヤッターマ、ユージ、リツイート、ミッチ、マッチャンチャウ、オショウ、ミサドン、カツヤ、イソケン、ピエル、香港、D、ムーン、ミケネコファミリー、チマサ、小太郎、ホリちゃん、カープップ、ありがとうございます。ありがとうございます。それいけ、それいけ。ゆめりの新幹線愛と知識、見識の深さに改めて感動しました。嬉しい。アーカイブで見る、ありがとう。配信で見ました、ありがとう。四国新幹線早期実現願っております、ありがとう。アーカイブ見ます、ありがとう、ありがとう。つなぐのつぶらな瞳、かわゆき、かわゆきだよね、ありがとう。真ん中のがゆみりん、そう、真ん中のがゆみりんです。つなぐんと見せかけて、つなぐんかわいいね。ねえ、つなぐんかわいいです。目が眠そうでかわいい。ねえ、かわいいよね。そう、真ん中のはつなぐんって言います、つなぐんって言います、つなぐんかわいいね。つなぐんかわいいよね。待ってね、ちょっとインスタグラムのストーリーにも載せたいと思います。
リンク。つなぐ。あ、そうそう、つなぐんの体の模様は四国の模様なんですよ。そうなんです。あ、配信で見てたよ、ちゃんとディスカッションしててすごいとなりました。嬉しい、知らんこと多すぎた、勉強になりました。つなぐんかわいい、ゆみにめっちゃ知識あるね。吉川さんも分かりやすくて楽しかったね。本当に楽しかった、吉川さんのお話は本当に、うん、ってなります。お、無事に羽田に着きました。ありがとうございました、来てくださってありがとうございました。うんうん、ありがとう、ありがとう。そうなんです。あ、あとあれだ、インスタ更新し、昨日インスタ更新、昨日投稿更新してました。昨日投稿更新してました。温泉、あれ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 、あれ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 、はいはい、でした。あ、ストーリーの通知来ました。本当に良かった、それは良かった。一日駅長楽しみ、へへへへへって、へへへ、ありがとうございます。ねえ、そう、更新してました。そう、なんかなかなかさ、リアルタイムでそのね、見てた方だったりとか、あとはね、そのホーム画面っていうか、そのタイムライン見てないとわかんないよね、投稿しましたって。ストーリーズだとね、出てきたりするから、ちょっとしてましたってしました、はい、でございます。ふわです、はいはい、そう、一日駅長がしたいですって言ってきました。あ、私もチャレンジしよう。みんなもチャレンジし、もうしたか、私がツイートする間にしたか。 ST
STU テーマソングにね、そう STU をテーマソングに、30年後も現役でね、そう30年後も現役で55歳です。はい55歳です。わかんないよね、55歳までアイドルしてるかもしれないし、うん、ね、そしたら公演の時にいっぱい使いたいと思います、新幹線をね。ふん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 、ふん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 、だらだだだれすけ、オリジナルだっけ、オリジナルだ。さて今日のアバターは、お、すごい配信しながらとね、アバターをゲットしましたってちっちゃいのが出るんだけど、ね、わかんない、あと着替え、お、カイココア男、カイココアでした、カイココア、カイココアでした。リンゴのアクセサリーかわいい、私もリンゴのアクセサリー欲しいな。お疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様です。そう500ポイントで1個アバターがもらえるみたいなんですけど、これ対象アイテムがあるので注意してください、あのカプセルと同じところに表示されてるやつのみなので、カプセルは1個100ポイントとして見なしされてます。はい、よろしくお願いします。ぜひもらえるものはもらっといてください、皆さんね、可愛いし AKB っぽくてとっても可愛いです。そしてメールを送ろうと、メール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 、ありがとうございました。まだユミリン出ません、そうなの、頑張って頑張って頑張って、今メールも、ね、メールも打ってます、私ちょっとごめんね、全部ね、今日船で行ったんですけど、そう船でねやればいいかったんだけどね、船って眠たくなっちゃうんだよね、わかる人いない、船ってね本当にね、なんかしかも心地よい眠り、なんかこう、はい寝ようとかじゃなくってって感じのそう、しかもね1時間ちょっとぐらいなんですよ松山まで、のでそのちょっと寝るぐらいに
ちょうどいい時間なので、そう、まあね、四国に新幹線ができたら新幹線で行きたいですね。アーカイブ音と画像がずれてるんだけど、わしだけ、お、それはちょっとみんなで確認してみよう、いっぱいいた方が何が何なのか。ずれてない、あれずれてる、みんな、ずれてない、1時間くらいから、いや、ずれてない、大丈夫で、ずれてる方はもしかしたらその上がアップされてる動画はずれてないので、あのちょっと電波状況だったりとか、あとはちょっと一回あの入り直すとか、 URL にとかしてちょっと更新したりとかしてみてください。本体はずれてないさそうですね、はい、でした。みんなありがとうございます、教えてくれて。つなぐんと初めて会いました。つなぐんね、つなぐんは9月に本体がつなぐん自体はイラストであったんだけど、つなぐんが立体化したのは実は先月とかの話なんですよ。そう、あ、時間によって微妙にずれてるね、だそうです。かわいいよね、つなぐね、かわいいです。開業までいます、ずっと何十年も。ただそのできてからまだ2回目ぐらいなんだって、登場するのが。だからいっぱい触っときましたね、あのつなぐんと四国新幹線開業の日に会えたらいいな。そう、まだレアない、そう、まだレア、レアレアつなぐんです。今日が初、あら、私はね2回目って聞いたけど、まあじゃあなんかその辺です、もうほぼ初です。そう、すごくねモフモフしてました。ねー、そう、楽しみだね、本当に楽しみ。
あ、そう、つなぐんに初めて会った、そう、つなぐんに初めて会ったアイドルは多分私だと思う。やったー。でもそう、四国の新幹線、四国新幹線、まあ、皆さんアーカイブ見てほしいんですけど、四国新幹線ってそう、なんか人ごとに思っちゃうかもしれないけど、そうなの、もうすごく素敵なものでして、まあいろいろお金かかるんでしょうとか思うかもしれないけど、そもそも岡山と香川をつないでる瀬戸大橋は、まあ30周年とかなんですけど、瀬戸大橋って実は作った時に在来線と新幹線が走れるようにっていう空間をもうすでに30年前に作った時から開けてるんですよ。はい、なので新幹線作りますってなっても、新しく橋を作らなくっても、もう瀬戸橋の下側にあるので、そう、瀬戸大橋はね、もう30年前からずっと待ってるんですよ、そこに通るのね。え、そうなんです。橋を作るのってね、時間もコストもかかるものだと思うんですけど、そこはクリアです勉強になりましたね。え、すごいね、JR の方だったり部長さんだったり教授だったり、愛媛大学の教授の方だったりとか、うん、と一緒に、そう、パネルディスカッション、かっこいいね、パネルディスカッションパネルディスカッションしてきました。うんうん、ね、そもそも四国新幹線の話は知らんかった。やはり知らん人多いんかもね。うん、まあでも四国新幹線を作ろうっていうものを本当にね、まずは知ることが大切かなって思います。なんか私たちがね、何かできる大きな権力を持ってるわけではないんですけど、なんかね、自分たちができることって、四国新幹線できたらいいなってみんなで話すことだと思うので、話していきましょう。そしてそう、いっぱいまたパネルディスカッションをしていきましょう。ね、もう月1でしましょう。やっぱりそう、なんかそのパネルディスカッションでも言ったけど、やっぱり私たちが瀬戸内で公演をやるときって、皆さん帰りの時間をすごく気にされるじゃないですか。それでなんかねえ、お昼だけ行こうかなとかなっちゃうこともあるけどね、そこが短縮されたら全然日帰りで帰れたりとか、まあ、日帰りじゃなかったとしてもなんか次の日の仕事に間に合うように帰ったりするからいいですよね。
ですね。でも本当にそう、そういう話とかもしても、あの来てくださってファンの皆さんも、うんうんって言ってくださって、そうすごく話しやすかったです。皆さん見守ってくださっててね。でも配信で見てくださった方ありがとうございました。アーカイブで見てくださる方もお先に言っときます、ありがとうございます。そうね、ガン見してました。ありがとうございました。もう家に着いたんですかね皆さん、気をつけて帰ってくださいね。3時に終わったのか、じゃあもうまあ大体の方は着いてるかな。去年も参加させていただいて、今年も参加させていただいたので、来年もしたいですね。まあ来月ですけどね、毎月したいって言ったので次は来月かもしれませんが、早速つなぐんもできたことだし、つなぐんとのパネルディスカッションもしてみたいな。つなぐんは喋る系なんだろうか、喋らない系なんだろうかね、どうなんでしょうか。フリップ芸、つば九郎に負けないフリップ芸人に、いいね、いいね、いいね。ユミリンの力で、そうだね、じゃあ私が奥出して、まあ私の財産と貯金で、じゃあはい。ねえ、その辺にのやつをポイって一肌脱ぎますか。奥あったら、うん、そうだな、追い炊きができるお風呂がついてるお家に住みたい。奥あったら、そうだな、うん、ちょっと広いお風呂、なんかちょっと広くていいの、めっちゃ広いお風呂とかじゃなくって、もうちょっとひどいくらいでいいの。そう、それで全自動機能のお風呂が沸きましたちゃんと言ってくれるやつ、自分で出すやつじゃなくってがいいな。
そう、あとはなんかテレビ大きいやつがいい。テレビ大きいやつと、あとは今出てるやつでの中で一番最新型で一番容量のある録画機を買う。あ、確かに温泉行っちゃえばいいのか。あ、そっか、温泉行きます。温泉行くわ。温泉行くわ。でも奥あったらさ、一両変えるかな、新幹線。変えたとて土地がないよね。土地でも奥ぐらいしそうじゃない？ね、新幹線こう置く場所、移動費ね、新幹線移動させるのにもすごくお金かかりそう。維持費、なんかさ、車持ってる方ってさ、あれでしょ、持ってるだけでさ、お金かかるでしょ、毎年。税金？所持税みたいな。かかるよね。それは、さあ、税金、新幹線持っててもさ、税金かかるのかな。所持持ってるだけで。新幹線税、車検はね、いいよ。新幹線動かさないから別に、持ってるだけでいいんです。いいんです。重量税と自動車税。重量税は、重量、そう、ごめんなさい、なんか自動車持ってないから全然わからなくって。重量税は、自動車の重量に対して払う税金、重ければ重いほど税金高いってこと？でも、自動車重量税だから、自動車重量税、自動車重量税だから、自動車じゃないからいいのかな。ね。ああ、でもトゥクトゥク買おう。トゥクトゥク買うわ。よかった、ユミにプレゼント1000個送ります。あ、ありがとう。でもね、1万円以内だから、じゃあ1万円のプレゼントを、1億あったら、1億あったら1万円のプレゼントを1000万回、1万回、1万回だ、1万回、1万円のプレゼントを1万回渡せます。すごい。毎日、でも毎日送っちゃうと、なんか私毎日受け取ってるわけじゃないから、すごい、その私が受け取らなかった日数が分かる。もう、あ、今日は53個あるから私は53日間受け取らなかったんだみたいな感じの。 あ、送料がある。そっか、1万回も送ってたら送料も大変だね。そっか。
もうなんか1万回も送ってもらってたら部屋の大半がもうね、あこれもこの人からもらったやつでみたいな感じだよね。でもなんかそのね、ちゃんと意思疎通できてないとっていうか、なんかそうちゃんとさ、めっちゃね、なんだろ う、 そう1万個だからね。いだって部屋に1万個も物なくない、そもそも、そもそも家のものを全部数えたとしてもなんか1万個ない気がする。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21。 このペン立てに立ってるペンは21本です。ね、タワー1万本分入りきるかな、ここに。だってね、何十本でももういっぱいいっぱいだもんね、もう重なり合ってね。すごい、1億円あったらさ、お話し会全部返そう。全部もう3時で、まあ、1時2時は物理的にそのシステム的に1個ずつとかねしか申し込めないけど、3時申し込みでもう全部返そうじゃない、10日間ぐらいあってもね。すごい、そうだ、買えるね、ね、買えるね。一日中お話できるかもね。一日中お話できますね一日中お話できます。分かんない、私1億円あったことないから分かんないけど、もしね1億円ある方はちょっとチャレンジしてみてください。3次申し込みで、はい、逆にそれ以外の方はその方に負けないようにさみんなも3次申し込みで申し込んでもろて。確かに1時間まるまるってね、いいね。なんかもうずっと一緒にいる人みたいな感じになるのかな、ね、今はさみんな時間が限られてるから、もういっぱいお話ししようだけどさ、こうよく言うじゃないですか、仲いい友達とかはこう話さなくても楽しいっていうか、もう一緒にいるだけでいい、なんか気使って話、なんか話振らなくてもね、無言が無言でも気まずくないっていうじゃないですかね、ほんなんか仲いい友達は。だからもうそういう感じになるのかなね。確かに1万枚じゃないわ、何枚なんだろうね。確かに配達の人大変ですね。うん、1億円あったら、うん、え、どうなんだ、1億円あったら自分でグリーンアリーナは借りれるのかな。1億円あったら借りれるか、その日程さえ空いてたら。東京ドームとかもさ1億円あったら借りれるのかな。
借りるだけならその警備費とかそのなんかいろんなものなくして会場を借りるだけなら。別に借りるだけでもなんか借りるだけ借りるだけもったいな借りるだけあー無料ライブとかならさらにかっこいい、かっこいい、かっこいい。お店とかも出せるかな、1億円あったら。あーでもそっか、立ち借りてとか、もう立ってる、今からお店建てるんじゃなくてどっかの中にお店とかだったらいけるのかな。すごく現実的な話。お店何屋さんしようかな。あ、STU カフェじゃん。暗闇パスタ。うん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 。暗闇パスタですね。ここで滝のプロデュースね、期間限定だったらいけそう。ありますね。暗闇の歌詞カードあるじゃないですか。暗闇の歌詞カード、暗闇 の CD 持ってる方しかわかんないけど、暗闇の歌詞カードってなんかいっぱい写真入ってるんですけど、あれみんながフィルムカメラで映るんです、で撮り合ったやつなの。 MV 中に合間の時間とかにそうカメラ渡されて撮ったやつが、みんなが撮ったやつが載ってるの。それでね、いろんな ABCDあるじゃないですか。いろんな種類があるじゃないですか。 CD あれ全部なんか違うので、なんか全部違う写真が入ってる。そうなの、そこでしか見られない写真盛りだくさん。はい、これはもう全種類コンプですね。暗闇、ちなみに暗闇は全部のやつに、あ、初回限定版かな、DVD 入ってるやつは県別で特典 DVD 入ってるので、私は広島枠なので広島のやつに入ってます。はい、みんなで宮島に行きましたっていうわちゃわちゃ映像が入ってます。そこでしか見られない特典映像が入ってます。そう、楽しいよ。まああれがあれであれなんですけど、まあそれはまあちょっと見てからのお楽しみに、見てからのお楽しみにです。そう、暗闇結構ねいろんな種類があるので、ぜひ全種類コンプしてください。よろしくお願いします。あ、ユミリ山口と思って、大正山口漫画ねー。そうなんです、すみません、私広島枠なんです。オーディションを受けた会場別なんですよ、最初の県別の枠なんか分かれ方って。だから
私はね広島枠に入ってます。最初の頃の活動のやつはほぼほぼ枠っていうか、まあ、広島メンバーに入ってます。そう、二次オーディションを7県でやってるんです。だからその二次オーディションの会場どこ行ったかっていうのが、そうみんな大体近いところ行ってたりとかするんですけど、私は広島にいたので、もうその時に広島1年目だから広島で受けてます。山口出身の広島メンバーでした。キャスターして宣伝してた、なんかお知らせです、スーツってやってた、懐かしい。なんかお話し会の合間かな、めっちゃなんかの合間にだった、あの撮影スタジオに行って、そうすぐ撮ってすぐ出てみたいな、ちょっとバタ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 にバタバタ期だったので、夏カピーや夏カピーや。HKT さん組閣があったの、ね、STU はそうチーム制ないんだよね。あのそうないんだよね。他の48グループさんはチーム A、チーム K、チーム B ってチーム4って、まあ、チームエイトさんもありますね。そうだけど、そう私らはそのそういうそれがないんです。そうだからなんか48グループなんだけど、割と他の48さんと違うことも多々あります。そう STU 独自のっていうか、そうまあ船がね劇場な時点でもうなんかいろいろ違うんですけど、瀬戸内7県だったりとか広域アイドルグループ、そうそう今分けるとしたら2つだよね。うん。そう。そうでもその代わりに、あ、マイカーはねチームとは違うんですよ。また。そう、その代わりにまあユニットが課外活動ユニットっていう、まあ、独自のスタイルがあるので。そう。課外活動はねでも6人ベースじゃないですか。チームはね今は。なかなかだけど16人でね公演やってるから皆さんね、チーム公演はベースはね、そうだから、うん、まあユニットかな、私たちはチームじゃなくてユニットですね。でももうチームないんじゃないかな。なんか最初1、2年はみんなで言ってたんですよ。私たち最初33人いたから、まあ、2つに分けてちょうどいいぐらいだったんですけど、そうだからなんかチームでもチーム S
何みたいな、なんかもうチーム S5 とかになっちゃう、 S ついてるチームいっぱいあるから。そう、 T もね、 HKT さんもね T あったし、そうだから、なこさん、矢吹なこさん卒業だって。スクランブルエッグ編集長さん、私は毎回皆さんの卒業をスクランブルエッグ編集長さんのツイートで知る。まこさん、卒業前にお会いできたらいいな。卒業はね、みんないつあるかわからないからね、今は大切にするしかないですね。なこさんは芸能界引退されるわけではないのでね、また今よりもっともっとテレビで会えるかもしれないし、会えたことあるけど、あ、私ですか、それはもちろんです、選抜でもご一緒させていただいてましたし、なんかメール送ったのにメールが来ないと、なんだけど、あれれ、ね、まあ、元気やっとだとしますか。ちなみに私夜に栄養ドリンクとか飲んでもめちゃくちゃ爆睡できる人なんで安心してください。なんか安心してください。逆になんか寝る元気が出る。疲れすぎて寝れない時あるよね。そう。あ、メール来た。あとね、なんかつなぐの写真も送ってるよ。だからそのうち届くかも。だから今。1,2,3,4,5 5つ送ってるかなってことになるかな。もう1つ届きました。
ね、メール届いたね。7通目、次送るのは。手移り込んじゃった。お休みメールです。次は はい。見てます。あ、そうだ。明日言うねって言ってたやつ。ですね、先日のクローマッチングダービー、皆さんのおかげで1位になりました。ありがとうございます。それでじゃーん、クッションもらいました。イエーイ。クローマクッション、これなんかこうやって飲めるんだよね、一緒にここの手空いてるの。イエーイ、クロウマもらいました。やったー。おーいおーい。これはこうやってこうやって杯を交わせるみたいです。ありがとうございます、皆さんのおかげで。なんかそうショールームのイベントみたいに達成したらもらえるとかじゃないんですけど、本当は多分何ももらえますとかもなかったんですけど、そういただきました。改めましてクローマッチングダービー1位ありがとうございました。本当にパチ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 。そうクローマと差し飲み、そうクローマと差し飲みする、こんな感じです。後ろもこんな感じ。
すごい、ここ手縫い、手縫い風、手縫い風、見てここ見えるかな、すごい、これは手作りなのかな、じゃあ手で塗ったっぽい、これすごい手作りなのこれ、実はね、すごい、イエイイエイ、馬さんです、馬さんです、うん、よしよし、いっぱいの水飲んでる、もしかして、いっぱいの水を、チャチャン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 チャチャンチャンチャンチャチャン、あ、これはこっちだ、これはこっちで、最後のポーズはこっちだ、逆だったね、逆だったね、サビ終わりのいっぱいの水をだ、逆だったね、あ、だから今日黒い服で合わせてるの、あ、そんなつもりなかった、そんなつもりなかった、これはですね、これいただきましたイエイっていうのは、明日ツイートしようと思ってます、はい、なのでぜひとも明日、明後日にしよっかな、明日はだってブログ更新しましたをツイートするからさ、だから黒で合ってる、どう、私見えないんだけど、どう、合ってそうじゃない、黒でこう、おかえりなさい、帰ってきた、みんな帰ってきた、ごめんね、充電が 20% でした、ごめん、ごめんね、
今ねみんなのねコメントをね無言で見てる時間。どうぞ。はい、どうぞ。うん、ねえねえみんなのコメントありがとう。いっぱいコメント今コメントいっぱいありがとう。スプラトゥーンやってる人いる？3スプラトゥーンをねやってみたいの。スプラトゥーンをやってみたいの。メンバー誰かやってないの？あのね、姫香とねみちゅきがやってる。ケミンやるなら買おうかな。面白い。なんか画面見せられたらいいのにね。だって私がわーわーわーって言っても全然面白くないけど、画面見えてたらさ、よくない？画面見えてたらね、いいですよね。でもあれか、あ、でもそっか、スイッチの画面だ。これがさ、携帯の画面のをここに映してだったらさ、なんかちょっと手が当たってホーム画面に戻っちゃって、なんか持ってるアプリ見られちゃってとか、なんかそう通知が来て、マネージャーさんからそのなんかまだ公開されてない情報の LINE が来ちゃってとかでさ、だったらうわーってなっちゃうけど、スイッチだったら、スイッチをさここに移すとかだったらさ、別に何も通知来ないし、あのそうなんかね、なんか特にプライベートなものもないじゃないですかね。ゲーム入ってるぐらいじゃん。別にホーム画面に戻ってもなんかね、だからあんまりなんかうわーってなることなさそう。難しい。なんか携帯映すよりなんかスイッチ映す方がむ、あ、一緒なのかな。でもね、なんかできたらいいよね。ここにあるみたいな感じで。でもあのねね、だってショールームってね、私が始めた時ってギフト、動くギフトなんてなかったのよ。ギフトがね動くなんてなかった。花火が打ち上がるとか、なんか降ってくるとか、なんか誰か歩いてるとかなかったんですよ。
それがどんどん進化してって更新してって今や動くじゃないですか。シナモンが降ってきたりとかね、なんか枠がデコレーションされたりとかね、なってるじゃないですか。ってことはいろいろ多分もうショールームどんどんなんかいろんなことが、皆様いろんなことやりやすくなったり、あと絵文字スタンプ、スタンプっていうかなんかあの、ね、絵文字をくれるようになったしね、ラッキーフットも可愛いのいっぱい増えてたりとかするし、だからなんかここにいつか画面が出る日が来るかもしれない。今ね、そう、たとえテレビに映したとしてもそのテレビの画面を皆さんに見せることができないんですよ。そうだからね、そう、いろんな条件をクリアしてできたらいいですね、うん、そう、ゲームとかでもね一応画面を見せられないんですよ、皆さんに。ダメなんですよ、ごめんなさい。なんかそういう YouTube の企画とかだったら多分できるんだろうけど、ショールームだとなかなかね、生配信だしちょっと厳しいのかな。あれだよ、瀬戸チャレでねマリオカートしてたことはあるよ、私、ふーちゃんとヒッピーさんとマリオカートした、ふーちゃん激弱で、そう、私はなんかマリオカートあんまりスイッチはやったことなかったんだけど、そう、楽しかった。1位とかだった、イエイ。そうん、後ろに鏡を置いて映すいいね。でもそう、そもそも映せないんですよ、画面が。そう、映、こう見せられないとか物理的にじゃなくって、そのなんだろう、そう、契約的に契約的なんだろうな、いろんな権利的にかな、そうできないのよ、ごめんね。確かにゲーム大会とか、マリオカートってさ、あれさ4人まで、8人ぐらいまでできないのかな。8人できる？ 4 人まで8個あったらさ8人できるかね。あ、通信だったら8人できるんじゃない、確かね、じゃない、その一緒にだったら4人だけど、通信だったら確か8人までできるんじゃないかったですかね、どうですか。マリオカート、マリオカート人数、あ、いや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 、8人までいけます。4台の本体を持ち寄りジョイコンを分け合って最大8人で遊ぶこともできます。だって、これは8人でしましょう。STU マリオカート、あ、スプラトゥーンも8人でできるの？ 4-4 ってこと？この足つるん、そっか、うん、
マリオカート選抜にいいよね。じゃんけん大会とかさあるからさ、もうマリオカートでカップリングのセンター決めちゃう。マリオカート公園STU ラボでやってみる。なんか私あれ STU ラボで魚のさばき方やりたいんだって、やりたいってやってほしいんですって。そう、もうね、見たいですよね皆さん。私が魚をさばくのを教えてもらっているの見たいですよね、見たいですよね皆さん。うんうん、どうですか、どうですか。見たい。今出てるメンバー以外見てる。あ、それはだってなん、あれは STU みんなの YouTube チャンネルなので、別にあのメンバーでやってるわけじゃないと思いますよ。そう、みんなでやってるやつだから。そう、ああ確かオキチャンネルで、そう、STU ラボがダメだったじゃあオキチャンネルでやってもろて、オキチャンネルでさばきます。そしたら、オキ、うん、ちゃんはそれを見てる人です。もうそのうち多分チャンネルの名前ユミチャンネルになってるかもしれない。もうだんだん私さ、魚さばきました、次はユミリンの釣りとかね。もうあれ、サムネユミリンばっかりってなったら、そういつの間にかもうチャンネル名もね変わっちゃって。ゆみりんチャンネル、ゆみチャンネル、どっちがいいと思う？ゆみりんチャンネルとゆみチャンネル、これまあどっちでもいいか、どっちでもいいか。みんなどっちでもいいか。まあやんないですけど、やんないですけど、やんないんでどっちでもいいです。はい、めっちゃ俺自分から聞いたのにごめんなさい、ありがとうみんな言ってくれてね。どっちもいいよね。どっちもいいよね。そうだよね。ね。うん。そうなの。魚ね、さばけたらね、かっこいいんですよね。
あともう少しで1万人だ。次の更新とかで1万人になるかな。もう1時間45分ぐらいやってる。今日もまったりだらだらゆったり配信でした。ということで今から爪に色を塗っていこうと思います。私の気分転換、ゆみりん気分転換。まずは一の駅、あ、これ映っちゃう。一の駅爪に色があるとすごい気分転換になるっていうか気は上がりますよね。お、1万人ありがとうございます。ありがとうありがとう。いいよね爪に色があると。なんかネイルしてる方に質問なんですけど、これ透明の今ベースコート塗ってるんですけど、次に普通の色ついたやつ乗せるじゃないですか。でその後にトップコート乗せるんですけど、なんか最近トップコート塗るとすごいマット感が強くなっちゃって、でも私のトップコートって別にマットにするやつじゃなくて普通のやつなんですけど、なんか最初はそんなことなかったんですけど、最近なんかマット感が強くなっちゃって、それはなんかなんか原因あるんですかね。勝手に1年もして1年ぐらい経ったのかな、1年もしてないのかな。そんなに私ネイルしないか、そんなに使ってないんですけど、なんかあるのかな。日光に当たったとか、でも黒いから容器日光に当たるとかはないと思うんですよね。そんな日光に当たるとこに置いてないし。できればマット感じゃなくて私ツルツル感を出したくって、でも最初からそういうやつじゃなくて最初はツルツルになってたんですけど、なんか最近なってきて、なんかある裏技があったりするから、なんか例えば除光液いってきたらすとか、あとは化粧水いってきたらすとか、隠し味のリンゴ入れちゃうとか、なんかあるんですかね。色がいとマットっぽくなる。本当に？それは本当に？めっちゃ疑う。なんかでも夏だったんだよな。あ、夏って湿気多いか。そっかそっか。じゃあ冬まで待ったらいいの？冷蔵庫入れるとか、温度高いとかもダメなのかな。固まっちゃってるなら薄める液あるけど、え、そうなのそうなの。でも別に固まってるわけじゃなくって、固まってるわけじゃないの、全然デロデロなんだけど、なんかもうすでにちょっと白っぽくなっちゃってて、これ色が何なんだろうな。トップコートはツルツルしたいんだけどな。
待ちます。女性の方お願いします。まあでも別に男性でもしてる人はしますからね、ネイルはみんな。そう、やっぱり手大事よって。そう、別にネイルしない人でもこのねベースコートとかトップコートとか塗るだけでもちょっとトゥルトゥルってなって綺麗になりますよ、ぜひね。ささくれできやすいです。そんなあなたにおぬぬめ、私のおぬぬめはラッシュのネイルクリームです。こちら、えい、こちらでん、こんな感じのクリームになってて、いい匂いします。なんかレモンフルーテあオーガニックアボガドオイル、レモンの指先っていう名前のやつです、ネイルクリーム。これをなんか爪とかこの根元とかに塗るといいですよっていうのを見て買いましたそう買いました。これ全然減らなくって、使っても使っても本当に全然減らない。これ爪先だけじゃなくってね、体の乾燥した部分や硬くなった部分にしっかり練り込むように混ぜてくださいっていうことなので、あのそう、いい匂い、なんか全然ハンドクリームとかにも使えますし、こんな感じでございます。ちょっとね保湿多めだからあまり 手に塗っちゃうとちょっとベタベタしちゃうかな、この手のひらに塗っちゃうとベタベタしちゃうので、こう肘とか膝とかに塗ってもらえたらとってもいいと思います。私は今膝に塗ってます、今出してよいしょよいしょ、ちょっとしっとり感強めのクリームですね。はい、でもラッシュ全然使い切れないんだけど、ラッシュってね使用期限あるんですよ。早く使い切らなきゃ。そうなの、ネイル見てください、見せてください。まだ1の液塗ったばっかりなので透明です。ベースコート、ベースコートっていうのは一般的には透明なんですけど、あの色がついたネイルののりを良くしたりとか、あとは色ついたネイル塗っちゃうと、赤いネイル塗った時って落としても赤色が染みちゃってたりするんです、爪に。ってなった時に、私とかそのずっとネイルしてるわけじゃなくって、なんかちょっと塗って、でも仕事の時は落としてとかしないといけない人は、あのそう色がね爪についちゃったりするんですっていうのがなくなります。この1個ベースコートを塗ることによって、そのね保護されるから爪が、その色移りがすることがなくなります。
そろ完登したかなって思うので、はい、2の駅を行っていきます。2の駅はどうしようかな。最近つけるのはこれですね、ジルスチュアートのこちらなんですが、私ね、ネイルね全然できないのにね、なんか持ってるんですよね、いろいろ。だからどうしようかな、なんかちょっとちっちゃいのもあったりとか、あとは水色系もありますね、ちっちゃいのにありますね。はいはいはい、ああこれもありますね。ちなみにこれはピールオフネイル、これとこれは確か剥がして取れるやつなの、確か剥がせるネイル、ピリピリって。私みたいな、あ、メール松屋になってるけど、松山では、それは松山でした。それ松山です。今日は松山に行ってきました。これとかラメ入ってて可愛い、これもちょっと落ち着いた水色で可愛いね、強めのピンク赤、良きですね。あんまり最近ねずっとあれだったから、なんか違う色してみようか。どうしようかな、何色にしようかな、何色にしようかな。あ、これもあるんだ、こっちの色もあるんだ、ジルスチュアート、こっちにしてみようかな。今日はちょっと薄めのピンクです。ちょっと肌色に近いから、こうナチュラルめの、超ナチュラルな感じのネイルです。ほら、あんまりわかんない、親指だけ塗ったんですけど、あんまりわからないぐらいナチュラルなお色味となってます。ね、わかんない、これは人差し指も塗ったんですけど、あまりわからないから、そう。だからこうネイルがダメな職場だったりとか、なんかナチュラルなネイルじゃいけない、ナチュラルなネイルじゃないといけなかった時だったりとか、あとはまあ単純にナチュラルな色が好きな方におすすめなお色味となってます。わかんないね、塗ったってわかんない感じ、結構透けてるし、その爪の白い部分も見えるぐらい結構透け感のあるお色味となってます。こんな感じです。よし、じゃあ右手も塗っていきます。
そう、右手塗るときね、私右利きだからね、すごく難しいんですよね。難しい。塗りました、イエーイ、塗りました。大気、たった大気、たった大気、お店とかでやるとなんか扇風機やってくれたりとか、あとは自然乾燥だったりするので、皆さん、はい、これが普通だと思わないでください。みんなだいたい自然乾燥します。このまま待ちます、ずっと。つぼちゃつぼちゃつぼにゃん、ふたがない、そこを取ってふたにしろ。やらなかった、小学生の時とかに。ちゃつぼちゃつぼちゃつぼにゃん、ふたがない、そこを取ってふたにしろ。みんなは今日お話し会だったのか。私のお話し会は22日です。にゃんにゃんの日、お待ちしてます。ありがたいことに全部完売してます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。来週一人でお話し会なので、寂しいのでいっぱい来てください。もう受付してないけど、もう受付してないけど、今言ってもって感じだけど、ありがたいことに完売してるしね、もう来れないんですけども、はいね、撮ってくださってる方
皆さんお待ちしてます。イエイイエイ。あ、もうツルツル。本当は早いんだよね。もう。あまたのはレミオさん。乾いたかな。つつつつ。このトップコート、あ、正しいのかかな。なんかそれかマット感欲しいときにつけようかな。今前トゥルトゥルでカテカにしたいんで。レミオさん、ね、いいや、トップコートいらない。終わり、終わりました。イエーイ。あまりわからない。ナチュラル、ナチュラル、ナチュラルネイルです。ナチュラルすぎて全然多分普段の活動でもつけれるぐらいナチュラルな感じです。イエイ。ありがとうございます。どうだい、どう、ネイルかわいい、かわいい、ママもかわいいって、かわいいよーって言ってる。ありがとう。あと、はい、ってな感じです。ってな感じで、そろそろ蛍の光かな。蛍の光、窓の雪、その前に皆さんに、はい、ぜひ今日中にやってほしいこと、まあ最初から見てる人はじゃあなんかゆったりまったりちょっと、はい、座って聞いてください。立っとったんかーいって話なんですけど、はい、ですね、今チャレンジのところに行くとカプセルが5つもらえるんです。でね、そのカプセルが1個500ポイントになってて5つもらえるんですけど、500ポイント今投げるとギフトを、アバターが1個もらえるんです。今限定の、今週限定っていうかのこの期間限定のアバターが1個もらえるんです。そう、それがそのカプセルがもらえるのが今日中なので、ぜひちょっともうそろそろ終わるんで今のうちにもらっといてください。で、 STU のメンバーの子に投げたら STU の子のメンバーのアバターが誰かランダムで1個もらえます。カプセル投げたんだけどもっと欲しいよって方はこの期間限定のそのカプセル投げたとこと同じ欄にある青い水色のギフト
が全部その今のやつの対象なので、それを500ポイント投げるとまたアバターが1個もらえます。はいです。ちなみにこれは今私がポイントを集めてるわけでも何でもないので、これはもう皆さんアバターが欲しいか欲しくないかみたいな感じなので、全然そう、私的にはどちらでもはい、私が皆さんが投げてくださってポイントがたまって何かもらえるっていうのは今回はありませんが、皆さんが逆にもらえます。皆さんが自分で投げた分たくさんアバターがもらえるか、毎日1個ずつもらえるかもらえないか、皆さん次第で、個人で。そう、その今のタコちゃんも対象です。タコちゃんと、ハートクマタワー、あれ言っただっけ、ハートタコクマん、ハートあハートダルマタコ、ハートダルマタコクマタワー、この5つです。5つ。デビゼビ。そう、なんか単純計算によると74個アバターがあるんです。37人いるから、あ、36人じゃね、ね、36人かも。じゃあ36、まあどっちにしろ70いくつあるんですが、そうです。私のアバターも男の子バージョン、女の子バージョンがあるので、そう、ぜひどっちもゲットしてください。どっちもゲットしてください。ぜひこの期間中に、かわいい、すごくかわいい、私も自分のやつゲットしたいくらいかわいいから、うん、そうなんだね。期間いつまでだっけな、ちょっと見てみるね。あ、今日は NMB さんの日です。ちなみに期間は、あ、20日までだ、20日までです、20日まで、10月の20日までです。はい、ゼピゼピです。20日まで、そう、ということはあと4回か、そうですね、あと4日間です。無料だと72分の7だそうです。72分の7、あとはまあ10分の1ぐらいってことか、10分の1の確率で当たります。そ
そうだね、10% です、ね、10% ってなんか高くない？だってさ、なんかよくあるガチャのさ、シークレットとかって 2% とかじゃない？七並べとか 2% とか 3% とかじゃないですか、そのメンバーのシークレットが出る確率って。あ、そのメンバーのじゃないよ、そもそもシークレット、そもそものシークレットが出る確率 2、3% とかじゃないね。そうだから、そう考えるとまあシークレットよりかは出る確率はありそうだよねって感じ。しかもあれだ、一回出ちゃえば出ないから、これはすごくもう数学の計算になるけどそう、72分の1から71分の1になって、70分の1になって、どんどん、ね、確率は上がってくるんですよ。あのガチャアバターをもらえばもらうほど、そう、被らないので。そうなんです。だからどん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 もらいやすくはなっていきます。はい、4日間はチャレンジを気にしてみてください、ね、よろしくお願いします。もらえるもんはもらっときましょう、一緒にね。48グループ週間、あ、やっぱりアバターがエミリーナだと嬉しいですか。おーあんまりなんかみんなで揃ってる感じも別にあんまり求めてないかも自分でもらっとけって言っときながらあ、出た、着替えた、おめでとう、それはおめでとう。そう、まあ嬉しいですよ、嬉しいけど別になんかなんだろうな、まあアバターは本当にあのみんなの好みで、そういいと思う。その今使うかは、そう持っとくのはね、そう確かにコレクションとしていいと思うけど、そうなんかそうだね、あんまり無理ないな。まあ確かに生誕祭に生誕って生きてくれてるとめっちゃ嬉しいけど、しなんかサイリウム水色だとめっちゃ嬉しいけど、ここに関してはなんか逆にずっとそのアバターの人とかでなんかもうアバターが顔みたいなもんじゃんそうだからなんかそう全然なんか好きなタイミングで変えたらいいし、変えなかったらいいしって感じかな。みんなお気に入りのやつで私があんまりそういうの変えないからかも。なんか私もさ、ツイッターのさヘッダー、あれ一番最初から一回も変えてないんです。5年間ねえずっと変えてないんですよ。そうくらいなんかあんまりそういうの変えないかも。 LINE のアイコンとかも変えないかもな。今そんなにないけど、私が高校の時とかって
もうなんか見るたびに変わってる人とかいっぱいいたんだけど、なんかアイコン変わっちゃうと一瞬誰だか分かんなくなっちゃうんだよね。そう、私だからそれずっと変えなかったな。なんか雰囲気変わるよね。そう、そうだからなんかたまにその LINE のアイコンを設定してない人、なんかマネージャーさんで設定してない人がいるんだけど、いるんだけど、なんかその結構送り間違えちゃう、マネージャーさん同士で。このマネージャーさんに送ったと思ってたやつをもう一人の方に送っちゃってたりとか。そう、よく見たら全然名前違うんだけど、あの、ああ間違えたってなる。なんかあるあるじゃない？どう？なんかね、似てるやつとか間違えちゃうときない？ね。デスクトップはね、初期画面かも。私パソコンの初期画面です。デスクトップ、うん、みんなあれかな、私かな私かな、みんなね。あんこちゃんとかにしてもいいんだけど、なんかしてない設定。そう、私待ち受け画面変えるだけでめっちゃ気分変わっちゃうってか、なんかリセットされちゃうから。あ、だからあれだ、3月からずっと変わってないわ。私その合唱部最高のままずっと 3月から7ヶ月ずっと合唱部最高の、あの MV に出てきた、ドラマ MV に出てきた待ち受け、ずっと。みんなあれかな、私かなね。あ、ロック画面もホーム画面もユミリンだよ。え、嬉しい、ありがとう。ロックしても私、解除しても私、そしてその携帯で見てるのも私。ありがとう、ありがとう。あ、ということで、はい、そろそろお開きの時間がやってきました。ありがとうございました。そう、終わりますって言ってから10分ぐらい経ってるのに今気がついた。10分ぐらい経ってるありがとうございます。ゆったりさせていただきました。そう、この後はちょっとのんびりお風呂に入って寝たいと思います。みんなもゆっくり寝てくださいね。朝とかもちょっと寒くなってきたから、しっかりお布団かけて寝てくださいね。お腹出して寝ないでね。13位、京蔵さん、
京蔵さんありがとうございます。12位スバルさんありがとうございます。11位翔太さんありがとうございます。10位ソックスくんさんありがとうございます。9位スランプくんさんありがとうございます。8位ヒーラさん、ユミリン、かわいい方ありがとうございます。7位トラッチャンさんありがとう、ありがとうございます。6位インちゃんさんありがとうございます。5位ケイさんありがとうございます。4位タケさんありがとうございます。3位ケンジ部長さんありがとうございます。2位スピリットさんありがとうございます。1位いちごおれさんありがとうございます。ありがとうございました。ということでですね、はい、今日の配信は以上になります。明日ちょっとできるかわからないんですけど、またいつか会いましょういつかメールはね明日も送ってるので、ぜひ。そして明日は、はい、皆さん先週すみませんでした、本当に。明日はねブログが更新されるので、ぜひそちらもチェックよろしくお願いします。そしてあのぜひねブログ見たよって方はブログの返信はツイッターのそのリプライ欄にお願いします。そうだねとかでいいよとかいろいろ楽しみにしてます。よろしくお願いしますよろしくお願いします。あ、頑張れ地上波って明日だっけ明後日だっけ、火曜日の深夜、月曜日の深夜、ランジャタイの頑張れ地上波。あ、明日はノノの日、ほんとだノノの日だ、いっぱい送ります。明日だっけ明後日、火曜日の深夜ってことはまあ明日の明日の夜か。うんうん、ありがとうございます。それもまた明日の明日ツイートしますね。あ、ランジャタイめっちゃ好きだから楽しい、めっちゃくちゃ面白かったです本当に。しかもランジャタイさんもすっごくすごく素敵な方でした。はい、それでは今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張りゆみりん。それではおやすみなさい、おやすみなさい、またまたまた会いましょう。おやすみ。明日はじゃあブログぜひ読んでください。よろしくお願いします。おやすみなさい。